宇田誠は、広島県福山市出身の実業家。元広島銀行東取、広島商工会議所会答。1934年、福山市生まれ。早稲田大学生経学部卒。1957年、広島銀行に入校。以降、公銀岡山市店長や、取締役総合企画部長、専務営業総本部長などを歴任する。 1994年、四年、ン銀ー取に就任すると、バブル崩壊以降の不良再建処理に尽力し、経営安定に努め、海外路線に向かっていた銀行を地域重視路線へと、舵取りし、公銀の再建に尽力した。1997年全国地方銀行協会副会長に、就任。2000年当取を退き、公銀会長に、2006年公銀特別顧問に、 就任する。また、公銀会長時代の2004年、広島商工会議所会頭に就任した。任期中、マズダズーム、ズームスタジアム、広島着工に向け、広島財界を取りまとめ、建設にこぎつけた。旧広島市民球場跡地開発にも、積極的に取り組んだ。2007年に退任。一方で、2002年から2013年まで、 議銀系列の広島美術館理事長兼館長。2001年から2008年までサンフレッチ広島 FC 公演会会長などとして活躍している。2013年12月5日午前4時50分、広島市内の病院にて死去。79歳没。ありがとうございます。